強くなれたみたいです。これで一件落着だな。仕方なかったんだ。俺のような三流投資の稼ぎでは子供たちを養うことができなかった。ここは孤児院の真下にあたる場所でな、ある日金が底をつき頭を悩ませていると、アラクラトルの声が聞こえてきたんだ。力が欲しくないか、欲しかったら我のもとに来いと。仮面舞踏会で賞金を稼ぐために、俺は力を手に入れることにした。奴の道具になる道を選んだ。ろくでもない契約なのは分かっていた。だけど俺の育った場所、孤児院と子供たちを守るためにはこうするしか。その決意を真っ当な努力に向けず魔物の還元に乗ったのはお主の弱さ。しかしまだやり直せるはずじゃ。わしはここの町長につてがあっての、孤児院については悪いようにはせん。なんとか手を打つよう働きかけてやる。だから安心して人生をやり直すがよい。すまない。本当にすまなかった。起きて。ねえ、起きて。起きてったらん。グッモーニング。いや、お目覚めのところすまないが、道義上に急いだ方が良さそうだ。お預けになった表彰式を今日やるんだとよ。さあ、早く行こうぜ。表彰式頑張ってね。観客席から勇姿を見守ってるわ。大いに盛り上がった仮面舞踏会もいよいよ終わりの時を迎えました。それでは改めて表彰式を行います。
ハンプリー、ルーキーチーム、どうぞ舞台へ。それでは優勝賞品の、ちょっと待ってくれ。本来表彰式ってのは場が温まってる時にやるものだ。お客さんもこれじゃ盛り上がらない。そこで提案だが、優勝賞品をかけてエキシビションマッチをやろうぜ。どちらが上か白黒つけようじゃないか。まさかのエキシビションマッチの提案に会場も大いに盛り上がっています。さすがはチャンピオン、心得ています。これでも後には引けなくなったな。なんてな。もう俺はエキスなんかには頼らない。正々堂々勝負するとしよう。行くぞ。勝っても負けても恨みっこなしだぜ。よし、始めようぜ。おりゃ、シーヤフリー、なんだか弱くないか。一体どうしちまったんだろう。お見事。エキスを飲まなかったら俺の実力なんてこんなもんだ。観客のみんなも分かっただろう。チャンピオンという名誉を受け取れるほど俺は実力もなければ立派な人間でもない。賞品はお前が受け取る方がふさわしい。お前たちのおかげで格闘家としての良心を取り戻せたような気がする。気づかせてくれてありがとうな。ハンフリー、かっこよかったぞ。ハンフリー、今までいい試合を見せてくれてありがとうな。あんたは立派なチャンピオンだったぜ。それではチャンピオンであるあなたに優勝賞品である虹色の枝の贈呈を。大変です。虹色の枝が盗まれてしまいました。虹色の枝があった場所にはこの仮面が。この手紙はあなた宛のようです。遊軍の和城を後にてお主を待つ。見せたいものがあるでな。それまで虹色の枝はお預けじゃ。おお、
最後に思わぬ大波乱。優勝商品の虹色の枝がロー選手によって盗まれてしまいました。果たして新チャンピオンさんはユグノア城後で虹色の枝を取り返すことができるのでしょうか。ユグノア、それって彼の故郷なんじゃ。
やるぞ。
覚悟はいい？そりゃ！
一昨日来やがる。